めっちゃ迷ってた。ありがとうね。食べて。やば。LINE 見た？ LINE？ Oh!
双子コーデにしたら写真が全く撮れなくなるってなったらしくて、おじゃんになったらしい。何の話したか分かるんですか、私は。そうだな、カップなのかな。写真が撮れなくなっちゃった。爪でも入ってたか。全然コロッケ入れてた。全部入れてた。今年グラコロまずい。そうなんだ。ちょっと私はまずいって言われてしまった。そう。まずくない。バンズ美味しい。バンズ美味しい。そうだね、まだグラの部分。違う、コロナどうしてないの。そうだ。グラコロって真ん中だけあればもうグラコロじゃん。いや、コロッケはね。ダメだ。やった。これに栄養があるかどうか。あるよ。コロッケ伸びたね。ノブはね、毎年見てたら伸ばしてるかもいな。なんか圧倒的に向こうの方がさ、めっちゃかっこいいんだよ。でなんか別にこっちがダメっていうわけじゃない。ああ、なんか今までなんかひげとかも、なんか若くなったなって。俺がざっと本気出したと思ったけど、こいつだよね。今回の参加は隠れテーマで、福田さんとちょっと仲良くして隠れてる。超可愛かったんだけど、ね、お前ね、おしゃれ出してるじゃん。本当にめっちゃ可愛かった。両引き締めます。そこまではマジ。マジでこの3人のラインかと思ってた。自分だよねって返しとる。ナナミンさんがありがとうって言って待ってくれ。じゃないか。毎日振り出す。俺も気づいたんだ。この夜行バス多分毎日一緒に行それはね、ずっとパで決めます。あの向こうはカップで一緒にする会がないんだけど、中島さんと一緒になる。それが一番やばい。それが一番やばい。それだけどうにかさまかないじゃん。君たちを聞けないから、次で頑張って。先に切った方が苦しい。苦しいな。
俺らと思ってるから、その前に取り付け感じです。
右足ぐらいなんです。